今回は現在、マルラボが行っているエバーグリーンプロジェクトというプロジェクトを紹介しようと思います。あと、エバーグリーンプロジェクトっていうのは、あの、マルラボのサイトを利用しや,くしやすくしようというプロジェクトです。で、またコンテンツも、あの、セミナーに参加されなかった方でも分かりやすいようにしようという そういう取り組みです。で、合わせてあの、動画化されてないコンテンツも動画化しようということを考えています。で、エバグリーンというのはあの、このサイトのコンテンツを長く利用してほしいという気持ちを込めています。で、まあ、サイト全体の構造を分かりやすくするっていうことであの、サイトがカバーしてるコンテンツを大きく あの6つのジャンルに分けました。エンタングルメントとエントロピーと、それから量子論と量子コンピューター、それから認識の理論、で、計算科学と複雑性、で、プログラムと論理というふうに、あの、こういう大きなジャンルでコンテンツを分けて探しやすくしようというふうに思ってます。まあ、例えばエンタングルメントでしたら、こういう形で、このまとめページ、ポインターページ、 に、あの、概要が、あの、分かるようになって、ここから、まあ、ま、それぞれのページへ飛ぶということですね。計算がアとくださってもこういうことをやっています。で、これはプログラムと論理のジャンルの紹介ですね。で、問題は、あの、youtube で参加されている方は、実は意外と youtube で終わっ。 閉じててしまっいるのであのここではその最近リニューアルしたページを紹介しようと思います。毎日何個かずつやってるんで、あの動く最近のものだけですけれども、でこれはこの前、あのこの YouTube の,あのチャンネルでも紹介しましたねで。紙と鉛筆で学ぶ量子コンピューター入門ですね。 まあ結構長いんですが、あの少しずつステップごとに、あの、学習が進むようになっていると。これも、ここもコンテンツも一部はもう YouTube 化されてますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただければと思います。で、以下は全然あの、動画化されていないコンテンツなんですけど、<laughs> ごめんなさい。例えば集合論入門と環境の集合論について、 まあのー、まとめたページがありますそれからこれも最近ですけれども、暗号技術の現在ということで、ポォスト量子暗号への移行と量子暗号っていうページを、あのー、リニューアルしました。これもだいぶ前のやつですけどね。でそれからこれは昨日作ったんですけれども、あのー、手話のアルゴリズムのページを作りました。これ,はこれもリニューアルです。これもぜひ。 あのアクセスこれは全くまだ動画化されてないんですけどもぜひアクセスしていただければというふうに思います。で今日はあのその手話のアルゴリズムの基礎になっている量子風鈴変換についてページをリニューアルしました。でそういうのも動画化すればいいんですけどなかなか 時間がかかるもんで、あのー、このあたりも全然あの動画にはなっていませんけれども、ぜひ、あの、ページの方にアクセスし,していただけるというふうに思います。で、YouTube チャンネルだけじゃなくて、まるらぼのこのまるら .net ってサイトにはいろんなコンテンツがあります。で、それは必ずしも、YouTube で告知できる。 あのチャンスがあるわけじゃないので、ぜひこのマルラブドットネットマルラボドットネットサイトにアクセスされていただければというふうに思っています。